古川雄輝テレビ朝日提供アイドルグループ、キスマイフット2の玉森裕太、ニュースの小山圭一郎、俳優の古川雄輝が、今日1日2歩。臆されるテレビ朝日系ドラマ、重要参考人探偵、毎週金曜2315チルダ、一部地域除くの第7話で、露天風呂の入浴シーンを披露する。これまでも、モデル役を演じる3人の水着姿や腹筋、着替えシーンが放送されてきた同作だが、今夜はついに入浴シーンが登場。温泉旅館のホームページ撮影にやってきた3人が、部屋や庭、卓球場などで撮影を進めていく中で、風情たっぷりの温泉での撮影に臨む。裸で気持ち良さそうに温泉に浸かり、ポーズを取るイケメンたちだったが、その後、旅館で恐ろしい殺人事件が発生。さらに、Kの過去も明らかになり、すべての謎が紐解かれていく。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。